階で仏像彫刻のライブパフォーマンスが行われています。仏像を作ってくださっているのはリナスから近くにあるプニというダイニングバーのマスターであるタクさんが仏像を皆さんの前で彫って、一本の丸太から仏様が生まれてくる様子を表現してくださっています。それではぜひご覧ください。こういう仏像彫刻、現代の仏像というようなものを、まあ、こういう表現もさせてもらっています。まずはやっぱ仏教というものにまず触れて、で、まあ、仏教美術というものに触れてから、はい、こういう道に入ろうと思いました。今日この瞬間もそうなんですけど、自分自身が、まあ、未だにというかずっと仏を探してて、で仏って何だってずっと疑問も持ち続けているので、まあ、自分が仏に出会えいる瞬間が作ってるがあるので、もともと仏教っていうものにとかブリズムっていうものに触れたことがある人向けっていうよりも、いえば仏教の文の字も知らない、まあ、海外の方だったり、その仏教っていうものの入り口として木っていうものの中から命の姿が現れるってことが表現できたらいいと思ってますし、それはまあ日本でも仏教ってものにそんなに興味ない人たちに向けて、まあ、この自分のこういうパフォーマンスというかライブで彫刻をやるってことで表現できたらなと思ってこの活動はやっております。皆さんいかがでしたか？リンナスではこんな個性的なイベントがここでちょくちょく開催されています。ぜひ皆さん次のイベントもお楽しみにお待ちください。 yeah. Yeah.